僕の畑はみんなこれつけますよ。これみんな自分で作ってる。自分で作る。防風ネット。あ、ワイヤーメッシュこうやってるんだ。真似しよう。あれ、龍眼だね。レッド龍眼これ、もしかして。珍しい。これスタッフルーツですよ。あ、スタッフルーツ。スタッフルーツいっぱい食べてきましたよ。いっぱい食べた。アビューなってるんだ。うんうん。おお。すごいすごい。あ、よかったよかった。おお、すごい。アビュー。おお。あの実がついてますよ。ああ、ちょうどいいチャンスだったですね。これ15ぐらいついてた。わ、大きい。え、これ取れてきたね。3年ですよ。うん。すごいなこれ。大きい。すごいね。え、小さいんですかこれ。あの、最近できてるのは、台湾でソフトボールの草むら。あれ、今、種取りしてるんですよね。わ、太っ腹。金城さん最後の1個。太っ腹。これ切り切り行こう。結構最初はもう終わるの。金城さん木すごいですね。取り切り根っこ出てます？ま、あの、まだ。まだか。なかったから。あ、時間かかります？時間かかる。これ大きい方だからよ。うん。あ、立派に木だね。だからよ。アビュー、アビューめっちゃ美味しいですよ。3年ならないですよ。味噌だったらこれ時間かかる。10年ぐらいかかる。あらら、長いないね。もう一つあると思うんだが。カニステルがすごいいっぱいになってますね。これでしょ、カニステル。ほら、カニステル、これキングカニステルの、そう、こんなちっちゃい時からねガンガンなってますね。これ食べるの好きじゃないな。アボカドもいい感じですね。あんまりひげ、あの、トゲはないですよ、これは。なんであれなかったんやろ。6月の間、こんな大きくなりますよ。これ3ヶ月でやめられるんですよ。あ、花咲いてますね。ついてる？あ、ついてる、ついてる。あ、花ついてる。前より確認したね。1回、みんな剪定します。葉っぱ、一つもなくさ。これ食べたい、持ってった。もういいんすか。あんまり好きじゃないから。あ、でもカビラとちょっと違う感じしますね。違う違う。これカビ、あの、これベーコンに近くない？なんだろう。ベーコン。モンローに近いけどモンローでもないな。でもなんか未生系かな。名前がわからないの。あの、あちこちから上等のあち見てるから。小さいのをみんな切ってして繋いだりしてる。結構実もなってたんですね。果実の結果跡がすごい。ここにも実なってたね。ここにも。これは30か40ぐらいついてる。これもだいぶついてる。お若いのにはたくさんつけん方がいいんだな。結構高継ぎ、ここも継がれてますね。高継ぎだったよね。全部、うん、ここら辺ついてるやね、よく。あ、本当だ、ここら辺も全部ついてるな。うん、全部ついてる。すごい。レッドあんまり、あ、ここだよく、沖縄ではよく聞かないんですよ。これもついてる。お邪魔しまーす。これ虫が入ってや。あ、そうですか。皆さん立ってきて。このゴアバがグリーンなんですよ。青くて美味しいやつ。でっかい。結構大きいやつ落ちとるやつ。切る。なったね。これも悪いよ。なんか傷出てますね。めっちゃ落ちてるやん。
鳥がね。あ、ピンク、ピンクグアバ。うわすごい。これ社長が育ててるグアバに近いんじゃないですか。これ色はこんな感じやろ。こんな大きいならんやろ。ピンクでしょう。これ大きいやん。種は少ないですよ。種ごと食べるもんで。どうですか。うん。いける。甘くはない。うん。まああんまり甘くはない。これ甘さはうちのと一緒ぐらい。ああ。これあの沖縄の在来って言うんですよね。これ470年前琉球で沖縄に入れたもんだ。だからこれが沖縄に合ってるわけ。おでもちろんあんまり入らんわ、うん、収穫できんやな、こんな大きな出た取れない取れないこれ伐採したよな、もう4回ぐらい伐採しましたよ。でもまた登る、戻るんすよね。上大きく切っても成長が早い。これアボカド、うん、成長が早いんだよね。アボカドも大きくなってますねうちらの園地もっと大きいっすよあれもあと何ヶ月の話やろ。11月中に切るか。切らなんだろ。うん、大変ですね安藤社長切らないとっつってあ、切ったんすか。戻ったんすか。これカメラです。すごい。でも路地でやったらめっちゃ大きくなるんでもうしょうがないですよね。もう上にあるのがね、このぐらいのがあるのか、これのがどのぐらいの。初めてこんなのあったんですかね。あれは60個ぐらいついて。すごい。これ電子の、電子でホンフェイって言うで。虫に強気で。ああ、ホンフェイ。あんまりや、この木は。上等ですよね。ホンフェイは毎年なるし、いいですよね。そうそう、毎年。毎年なる。ザカパッドは、ザカパッドじゃなくて、横方は各年がある、前年がある。あれ虫に弱い。これやられたの、うん、あ、これですか。うちの方だったらこれ自然の山やっ掃除せんといけないんだけど紐がないから自然の山やっつってこれだけ取るような方法。だから今からみんなこのワイカゼですね。あ、木ちっちゃく仕立ててますね。すごい三本種子でこんぐらいがいいかもしれないですね。そうそう、これだったらあのほくろをかけやすいからね、うん、あのぐらいの霊視の木が一番 このぐらいか。このぐらいが一番もうギリギリって感じかな。いや足があの大丈夫のとかあれ、あ上まで取りやったよ。あ上まで、あ、あの奥のですか。4メートルの葉っぱ、4メートルの足がで、すごいね。あんた方の親みたいじゃないよ。あれも大きいのね。あれ9メートルぐらいありますよ、僕らのやつ。はしごも届かない。この辺は違うやろな。あれは普通の木やろ。あれ木ですね、はい。あれ木ですね。あっちのインドナツメはどんな感じになってます。行こう。いいですか、うん、すごい、金城さん元気になってよかったっすわ。足はようやく。足はホワイトサボテン。ホワイトサボテンの、うん、スマザーズっていうの。あー、スマザーズ。これはスマザーズか。一本で、あのこれ高地踏んだからね。うん、あのあそこらのみんな繋いである。うんうんうん。そばの植えてもいいんだがね。うん、あのランバイ、はい、あれこの前一番行ったんだが、日がさん日本くっつけてね植えたろ。あー、そのが植えながら。あー、はいはい。あれ一つだダメよね。オスメスありますもんね。うん、これがあれ、あのホワイトサブテの種類で、あの島ザーズって言ったかな。そうですね、このぐらいなんです。次来てサネが一つ美味しい。次来てあんま過ぎて大変。過ぎてここの方のやつ、ずっと株の方巻いとんわ。あれ何、あれ、うん、いや全部足元クローク巻いとん。あ、あれ虫よぼ。あ、虫よぼ。あの、これ入るんですよ。
ここにもなってるんだけど。綺麗？え、じゃあなんか。これはポット。ポット。あの鉢のポットで巻くんですよ。でも入りますよ。本当はこれなんで毎年に2回ぐらい。金城さんの畑です。ウェイ、これちっちゃいやつ。おお、ちっちゃいやつですね。金城さん、この辺レッドキーツですか？そうそう。今度ホギもらっていいですか？いいよ。ありがとうございます。今日朝仕事したらいいんだから。ああ、そうですか。あ、これ何？なんで今なってるんですか？え、なんで今なってるんですか？これね、木が違うわけや。なんていう品種ですか？これあのレッドキーツだが、レッドキーツの中であの小さい方なんですがね。はい。だから3月に咲く花みんなとてしてたら8月に咲いたらみんなで、遅くするんですよ。すごい。じゃあ12月ぐらいに取るんですかね？これ1月ぐらい。1月ぐらい。四季なり？四季なり系だね。レッドキーツの丸ごたんじゃないの？レッドキーツの仲間なんですがね。レッドキーツ仲間なの？これさ、ね、年に買い取ると言って新聞載せたら、これとこれとカット違う。いや、同じです。もうちょっと成長したら、うん、すごい、すごい、まだ手入れしてないんですよ、石岡さん。もうやらんといかないんだから。これさ、すごい、すごい、新しい方法か。新しい方法かっこいい。金城さん一人で組んだんすもんね、これ。これ最初はね、こ前はこんな木になってたんです。上でやったらね、取るのも大変です、手入れるだけね。じゃこの大根どうやったら、自分に合わせてやったらまだ不便だって、今度またこれに直したんですよ。だから真ん中からあの通してですね、でここになりますでしょう。中からも取るし、またあの伐採する場合でバーってやって落とせばいいんです。はいはい、これはもう大変な、切って一本一本取らんといかんから。すごい。これいいね。アボカドもこの工法でできないかな。これは釣り道のものだから、これ自分でみんな作ってある。へぇー。前はこの高さだった。ここに這わせて、ここに落とすみたいですね。はい。そうですね、切ってるかもしれないですね、あそこ全部。切ってあれを新しいのを回収してます。えらみんな切りますよ、根っこから。そのまま下にならない。すごい。春に植えたんですもんね。1年経ちます。6月よ。6月ですよね。じゃあ半年しか経ってない。今年の6月植えた。3ヶ月で山になります。だからこれはあのこの間から。歯間をこの間から通すんですよ。歯間を向こうに横に落とす。横からも取れるし、中からも取れるよ。で木をまた伐採するとここで全部切っておけば落ちるんです。これ伐採が大変なんです。だからこの方式なったんですよね。これうまいこと考えたらさすが。安藤社長もうねる。インドナツメの仕立て方、金城さん方式ね。花も咲いてますね、かなり。もう咲く。もうならんでしょ、今度は気を作らんといかんから。あ、これが種子か。種子にするんか。これをこっちにずっとビューって感じで。これ曲げるのは向こうで曲げさせたの？は？結構後ろで曲げさせたの？曲げるの3番か。じゃあ3番持っていってね。これ3番だよ。6メートルの1本をこう曲げろ、半分で曲げなさい。じゃあここの曲げ方もみんな書いて持っていって。あ、加工してもらったんですね、設計。このあれね、これつなげばすぐあれです。こう葉っぱ取っておけばね。本当切らんといかないんだがね。すぐここ出てきたらつなごう。なるほど。
そうしないとこれ出るまで時間かかるわけ。ああじゃあ出しておいてね。充実させておくんですね、うん、目を膨らませておくんですね。これはもうじゃあ接ぎ木できます？もうできる。でもね、あのマンゴーもね、接ぎ木は前もって先端切って刃落としておいて、はい、これが出落とすときやったら 100%、はい、90% つきますよ。ああマンゴー、あのこれ出るまでが時間かかるんです。ああへえ。つなぐ前でね、15日ぐらい前で一応切っておくんですよ。みんなここで出ようと、こういうのですぐつきます、うん、あこれね、こういうね、はいはいはい、これつきます、うんうん、これ明日からやらんといかんね。これ天才や。え今頃でも次行きできるわけ？今頃でも次行きできるわけ？そうそう、マンゴーでもみんなこの方が出る頃ですよ。だから新芽が出る頃を見ておけばいいんですよ。あのくっつけてね、出すまで、ね、出すまで時間かかるのよ。あれが現象が出ますよ。その時にだから次が一番いい。すぐすぐ。あ今向こうやったら今寒いからね。そうそうそう、寒いからね。ダメですよ。やっぱり4月頃、ね。あの4月頃、5月頃。うん、まず次するエラーを決めていてね、うん、先端切って。うん、歯はね、ほ、うんとここれ落ちた方がいいんですよ。なるほど、はいはい、でこれがこのぐらいになったときちなぐと、もう確実つきます。その代わりポットのあの入ってるのは絶対短くてダメですよ、はい、5日ぐらい短くね、硬くしてから。これ何て言うの？あ、レモンドロップマンゴシーン、はい、カニしてる。あ、これまた買うね。あ、結構大きくなりましたね。大きくなってる。結構大きくなってる。すごい。結構大きくなってる。僕も一個持ってっていいですか？カホにあげたいな。わ、大きくなってる。金城さん。ありがとうございます。月もっとつきますよ。カホちゃんにあげたいと思います。これもすごい、何か商品できると思いますよ。すごい。今年のカニステルの中では結構大きい方ですね。持っていて お店で飾って。ありがとうございます。ゆうさん、僕撮ります？さすが。上あの2つですか？うん、よし。みんなであげてください。初めのですってあげたらいいと思うんですけど。こんなでかい。やばいこれ。私は分からん。これ増やしたらいいですよ。農園で。種を取ってくれ。珍しいからみんな。植えたらいいですよ。すごいこれ。カニしてる苗。おお。あ、これついであるやつですか？ついである。おお。これ持ってるの持って行ってください。あげます。それは何カニしてるやろ。はい、カニしてる。それがこれと同じ。そうそう、大丈夫です。あの、ほくろねえでね、だ、ほくろのところほくろねえって。でかカビラみたいな。カビラじゃないと思うけどな。11月です。カビラの原種ぐらいじゃないの。これなんやろな、これ。今ないですか？何月後？もう終わりました。8月の終わりか9月は。今落ちるんですよ。いいですか？猫が食べる。油気があるからよ。みんな猫が食べてる。あのマグロね。